皆さんこんにちは、お風呂場のカーナです。この金髪にしてから早数ヶ月ですかね。もうね、根元がすっかり黒くなってしまって、おプリンになってしまいましたわよと。今日はこれから素っ裸になってこの黒くなった部分をまた金にしていこうと思います。今回使うのはこちら、ビューティーンのやつ商品名をちゃんと言えと、ビューティーンのブリーチですね。うん、これ結構評判いいらしくて、うん、最近はこちらを使ってブリーチしています。さあ、すっぽんぽんになりブリーチの薬剤も混ぜ合わせてきました。じゃあこれをね、こうやって塗って黒い部分をなんとか金に戻していきたいけども、ただね、もうね、結果はね、ある程度分かってて、この根っこの部分も完全に黒じゃないですか。黒からね、こういうこの金にするのってね、まあ、何回かやらないといけないから、結局ね、回らない色合いになってしまう恐れがかなりあります。でもやってくんだ本当はね、もうお店行ってやってもらった方がいいんだけどね。そもそもブリーチ自体がね、やっぱね、美容師さんとかにとっても難易度の高い技術らしい。それじゃあ薬剤を塗っていきますけども、まあそのね、塗ってるシーンはちょっと割愛します。はい、これで塗り終わりまして、でここにラップを巻きまして、でこの状態で約 2,30 分放置します。その後に洗い流しですね。でこのビューティーのやつ、ありがたいのがこういうね、pH コントローラーのアフターヘアトリートメント、これがついてるのが嬉しい。あとブリーチしてからしばらくはこういうね、紫シャンプーとか使ってます。これを使うことで、うん、色味をね、バランスよく整えるって感じです。約30分経ちまして、サランラップを取りました。こっちのもみあげとか黒いとこ残ってんな。まあ一応前髪でカバーできる感じかな。見た感じだいぶ、うん、色抜けたかな。はい、ということでこちら抜き切って洗って乾かして、その翌日こんな感じですね。意外とうまくいった。ほら、この生え際のあたりとか、まあね、惜しむべきはね、ここ、やはりこのこっち側のお土産の先っちょがちょっと黒いの残っちゃってね。まあでもここまで抜ければ、うん、バランスよく抜ければ、で自分でやってこれだから十分かなと思ったんですけども、見えるかな、このあたりがねちょっと黒い。まあこれもね、もう一回やれば大丈夫かな。一応ね、予備でもう一個買ってあるんで、ただね、短い期間で連続してやっちゃうとやはりダメージが結構あるんで、少し間を置いてからかな。まあ一回ここまで抜いちゃえば、うん、今後の色チェンジもいろいろね、可能性が見えてくるよ。一回ね、真っ白とかもね、やってみたいけどね。シルバーはね、俺の中で結構難易度高くて、中途半端なシルバーだと、ほんとね、白髪とかね、そういうじいちゃん風に見えちゃうっていうか、シルバーは難しい、個人的には。それこそね、いつだかの動画で紹介したカラーワックスですね。うん、洗えば落ちるやつ。黒髪に塗ってね、あれだけついたから、今この状態で塗ったら結構変わるんじゃないかなっていうね、それも楽しみだな。昔ね、派手髪やってた頃、こういう風にね、ブリーチして抜いた後にマニックパニックとか、あとはエンシェールズのカラーバターとか使ったりして、うん、青とか赤とかいろいろやってたな。でもね、最近はね、この金が好きなんで、しばらく金髪でいようかなと。やっぱね、金髪って言うとパッと見ね、柄が悪く見えますけども、もうちょっとね、日本のなんだろう、文化というか、そういう茶髪、金髪、派手髪に対してのね、イメージがもう少しマイルドになったらね、過ごしやすいんですけども、それこそさ、あの黒髪でないと働けないところってのがいっぱいあるじゃないですか。あれもったいないよね。うん、まあでもね、俺もやっぱりすごい髪の人を見るとうわって思っちゃうからそりゃね、俺だってうわって思われるはずだと。できる範囲で、やれる範囲で楽しんでいこうかなと。なので皆さんもね、やれる場所であれば、やれる環境であれば、ぜひ黒髪だけでなく、いろんな髪色、髪型、チャレンジしてみてはいかがでしょうかと。まあ、やりすぎてハゲても俺は知りません。